さあやっていきましょう。シェンムー実況パート31をおもむろにやっていきましょう。というかもうパート30からの引き続きなんですけどね。いやまあパート30までの間が非常になんでシェンファが出てくるんだ。なした、いきなり、いきなし。三つ編み、マウスカーソル変えてたのもね、矢印戻ってるしな。設定し直さんと後で。12月21日日曜日午前8時30分に起きる。毎日8時30分に起きてるけどいいのか、葉月亮。それで電話だ。はい、葉月武官です。アジア旅行者。はい、ちょっと待ってください。おお、電話だ。奪い取ったぞ。もしもし、アジア旅行者のジミーです。チケットが手に入りました。ほう、信じていいのかその言葉を。ですが、葉月さん直々に取りに、昼12時ドブ板のゲームセンターへお願いします。不足性、ちょっとおかしいなと思え。リオさん、なんです今の電話。チケットさ、香港行きの。そうっすか、出かけてくる。はい。福さんでもちょっと怪しいなって思うよな今のはな。こんなん確かあれじゃね、12時まで時間潰すのか。確かあれじゃね、メモ見よう。ジミーから電話、昼の12時にゲームセンターに行く。昼の12時、ちょっと散歩。時間が飛ばせないのにな。福さんは修行、この道場にはいない。先回りしていたりとかいないね。こういうとこリアルなんだよな、無駄にな。まだ福さんは多分建物の中にいて何かしてるんでしょう。無駄にリアル。ちょっと稽古つけて時間潰したかったのに、そんなことは許さない。まだ福さんは建物の中。そしてその福さんにちょっと道場で稽古つけてくれないかって言っても、道場まで行ってはくれない、同行してはくれないから、そこら辺はリアルじゃない。猫、怪しい気配が漂っておりる。おいる。めぐみちゃん。めぐみちゃん。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃん。ミニちゃんって人間だといくつくらいか知ってる？5歳ぐらいかな。ブー。そうなのか？その話は知っているぞ。猫になんかやろう。なんかやるもあったかな。ツナ缶。ほら食え。ほら腹減っただろう。なんか適当なもん食わしとるな。キャットフードってこの時代ないんけ。トマトマートはあるけど、いっぱい食べればすぐ元気になる。トマトマートはあるけれども、キャットフードはないんかな。ありがとうお兄ちゃん。行こう行こう。とにかく時間潰す方法がないんだよな、このシェンムーにおいては。すいません。ん？はい。後にしてくれと言われたら、もう取り付く島もないわ。時間を潰す、時間をスキップさせるっていう手段がないから、ブラブラするしかないんだけど、そのブラブラしてるところをカットというわけにはな。俺一人がそのブラブラ地獄を味わってるのに、それを共有できないなんて寂しすぎるよ。面白そうだな。面白いかな。ガチャしよう。買ってみるか。ガチャで時間潰そう。
お、ソニックじゃね。お、ソニックだ。これはソニックザヘッジホーク、ソニック1。続けてみるか。顔がちょっと凛々しいな。なんで今こんな金持ってんだろう。いつこの金手に入れたんだろう。お、テイルズか。これはなんだこれ。SP を知らん。続けてみるか。ソニックとユカリの仲間たちが手に入るガチャなんでしょうか。いやー、金なくなったな、随分と。1万円超えてたはずだったのが、スロットとこれで。お、黒いサイコロ別にいらん。ちょっと花咲に声かけてこう。続けてみるか。ガチャ中毒は良くない。やめとくか。そう、ガチャ中毒で言うけどさ、あのスマホアプリ系のガチャゲーム、あれはやっぱハマってガチャガチャしちゃう人はしちゃうんだな。あれ、自分のなんだろう、お金がもったいないとか、そういうのがとか、これで得られるメリットデメリットというかね、期待値みたいなのも考えられずにガチャガチャしちゃうんだろうね。お金があればっていう、お金なくてもやっちゃうってところは怖いところというかね。この物質的な、物質的なガチャガチャはさ、たとえちょっと、入っていく瞬間が見れる。物質的なガチャガチャはやっぱこう、物が増えてくればさ、その、カスのガチャのゴミみたいなやつが増えてきたら、あ、やっぱこれ以上保存できねえし、いらねえわってなるんだろうけどね。こう、その、ネット、スマホアプリのガチャなのかは、そこをただ外れっていう、ものだけで当たるまで延々やったって、下手したらその外れたやつは別のなんかものに交換できたりしてさ、やればやるほど損はしないよみたいな仕組みになってる風だから、一層たちが悪いというかね。あれ、原崎全然花の話してくれんかった。もうちょっと日本人、人間でいいんかな。人間みんながガチャしてるとは思えないわ。日本人でくくりでいいんかな。ガチャ系にガチャにこうなんか目の色変えてやるのはどうかなと思うよ。もっと他にやることあるんじゃないかなと。もっと他にやることっていうか、その本当にそれ見えているのかというね、それでいいのかと、そんな生き方でいいのかと、ガチャについてね、特にこう、まあそんなにあの、またガチャして。ガチャガチャ、一回100円か。ガチャ、くじじゃいかんの。ちょっとやっていくか。ね。SSS レアの、SR、SLS レアの一番レアの高いやつの欲しいやつが出るまでガチャする。一点狙い。数十万コース。そんな、ちょっと考えたらおかしいってわかんないよっていう。Y ボタンですね、ドリキャスの。続けてみるか。続けたくないけど、やることがなくて暇。そうか、もしかしてガチャをやってる人たちもやることがなくて暇だからガチャやってるのかな、スマホゲームのガチャを。いや、そんなことはない、きっとそんなこと。あ、おう、これは何なんだ。おう、これはって思うようなものか。これショップって何。続けてみるか。しない、やめとくか。俺まだガチャしてるんだったら昼寝して、昼寝とかさ、お散歩とかしてた方がいいんじゃないのって気がするな。暇だ、誰か助けてくれ、この無間地獄を、暇地獄を。話す相手がいない、寂しい。話し相手がいない。あのサンタクロースも嘘つきだったしな。アジチにいたけど特別メニューはなかった。ただラーメンの大盛りを勧められたよ。俺、大盛りにしてくれるって言った。でもそれ別に大盛りにしてもらったら大盛りに無料でしてくれそう、してるくれる風な感じだったからしてもらえばいいのにね。あの、いや、骨董屋のちょっと聞きたいんだけど、娘さん今ね、用があって急いでるから。あんまり可愛い子はね。じゃあリアルな可愛くなさ、それが趣味。ちょっといいかな。すいませんけど、私男の人って苦手なの。
声かけるならあの子にして。そう、男の子人って苦手だったら一生一人で生きていくことになりはしやしないかと。まあ今のはただの断る口実だけどな。男の人が苦手な女の人も今いるはいるはいるだろうけど、この場合においてはただ単にただ断る口実だな。まあそれはまあ額面通りに受け取らず、裏の意味を早めに言っても大丈夫でした。なんとなく入ったけど12時前でも大丈夫だった。ちょっとびっくり。香港船のチケットここね。一応ちゃんと。でもお前香港行けない。頭おかしい。乱帝の仲間か。でも別にさ、乱帝様の別にさ、チケット今ここでこの場で食われたってさ、またもう一枚発行してくださいって言えばいいだけだよ。のこと知ってる。その情報を俺様によこす。乱帝様主言達をお嫌い。俺様褒美もらえる。お前乱帝のこと知ってるのか。何者なんだなんて言ってるわ。俺様より強けりゃ教えてやる。強そうだ。やるのか。コロケみたいな。あんなにいろいろ技を覚えたはずなのに全然。負けちゃいました。あんなになんか技を私で覚えたはずなのにこんなあっさりと。ちょっと待って。こんな情けないプレイングは今の勝手なイベントじゃないよな多分な。負けちゃったぞ、負けちゃったぞ。技がうまいこと繰り出せんかった。前前あーだからこそ前前その以前プレイした時から時間が空いてしまったから、せっかくいろいろ覚えた技を忘れちゃった。今日は黙って休んでください。はい。お？で？またスキゲートのところが現れた。あいつは何者だ、どこへ消えた。まさかアジア旅行者のジミーもグル。アジア旅行所に行ってみよう。とりあえずアジア旅行所に行ってみるか。いつもありがとう。今のさページ続いてたからさ、負けるので正解だったのかな、もしかして。絶対負けるイベント的な。いやどうだろうな。勝つ人は勝ちそうだな。軽く負けちゃったもんな。かっこ悪い。はあ、しかしレポートやらにはいけんのに現実逃避でシェンムーしている。ダメだな。こんなんだから俺はダメなんだな。少しため息を。なんか現実で何もうまくいってないような気がしてくるな。こうゲームの中でうまくいってないとさ、パート30じゃひたすら時間を潰し、パート31じゃスキンヘッドの男にタコ殴りに遭い、なんかゲームの中でうまくいっていないことが現実でもなんか同じように降りかかってくるというか。
電通のうまくいってなさをこうひしひしと痛感してしまう。うまくいってなさをな、うまくいってないということもないんだろうけど、本当に理想とするほど自分の思うようには動いていっていない。レポートができてない。ただそれだけのことでこれだけ気が重くなってしまっている。それ最近ね、パニパニっていうね、あのコロプラのゲームをねやってたんだけどね、時間つぶしにね、暇つぶしにやってたんだけどね、ついにそのパニパニがあのやりすぎてどうだよね、ちょっとやってたつもりなのに、もうあの用意されてるコンテンツ全部終わってしまって、うん、まあコンテンツは終わってんよ、まだなんかな、一番最後のラストステージみたいなのがクリアしてしまって、やることなくなっちゃったっていうところまで行っちゃった。そんなに真剣にやってなかったのに、そんなに時間費やしちゃったかなってことを少し後悔してる。聞きたいことがあって。ハンバーガー屋だよ。後でうち別にバーガー。ええ。バーガー屋にいたらちゃんと聞きたいことを話してくれるんでしょうか。入ってみる、アジア旅行者。クローズドになってるけど。お。ジミーじゃねえか。どういうことだ。どういうことだ。お。待て。これエクセイキューティーだな。おいおいおい。すいません。避けた避けた。避けた避けた。わけは後で。これ避けた。ちょっと。これは避けれるわ。ちょっと難しいんだが。これは受け入れるわ。何すんのよ。しまった、逃げられたか。もう一回やり直させてくれ。もう一回やり直させてくれた。そこぬるいな。本当はもう一度きりにするべきだな。今覚えてるか。どういうことだ。やるぞやるぞ。まず左、よく見てたら分かるな。わけは後で。うわ、あれ何やってんだよ。何やってんだよ。避けられんのだが。難しい。間に合う。ちょっと危ねえぞ、これ。難しい。中村、こんなの無理だろ。すいません。お、あ、そっから車出てくるか。すいません、勘弁を。チケットをよこせ。うわー、ありません。ふざけるな。蹴った。どうなんだ、どういう結末が。ディスク2が終了しました。今までのゲーム進行を記録してください。じゃあここまで。びっくりだよ、こんなところでか。まあいいか。はい、シムパート32でした。ここまで。ほなまだディスク3からお会いしましょう。